真田主審は、江戸時代前期の武士、道の仙台藩士。真田信のの次男、陽名は第八。通称は、四郎兵衛、後に、久米の助。号は一貫歳。慶長17年、真田信のの次男として、木の国久戸山で生まれた。母は、大谷義継の娘、菊林院。第八については、 ある年の高野山蓮下定員の記録に、5月5日、京都によって印る指示打ちなされ、ご指虚行とある。しかし実は生存し、慶長20年5月の大阪夏の陣で、父の伏毛と兄、大助の戦没した後に、落城時に乱取りされた、イボ姉のあ梅が、片倉重長の側室になると、片倉家に引き取られることになって、同母姉のアシカバの、お金らと共に、 むつ白石に落ち延びることになったという。大阪両人の戦中に負傷したとして、信繁の戦士、大阪城落城より先に城を離脱、本願寺の下妻市との血縁により、京都の西本願寺にて、全伏療養していた、雪村家臣の三井渓谷がいる。この三井の家臣であった阿賀正人と、西村孫氏臣の護送により、戦後に京都の片倉家の屋敷に四条弁。 七条金、ね、やめ、そして、次男第八が送り届けられた、とする話が残る。三井渓谷はその後も慶に留まり、1619年に、片倉慶をもむき原元となりと共に、仙台藩に仕え、主審の家臣となっている。また、片倉領内に、阿賀津佐渡の墓とされるものも発見されている。寛永十七年、二十八歳の時に、 伊達家に飯抱えられ、さなだ郎兵衛主神を称した。しかし、逆賊の子を雇用したのではないかと幕府がとがめて、仙台藩に喫問状が届いた。伊達家は、信重の自死、第八は、石投げで死んでいるとする前日の記録を持ち出して、弁明し、主神は、幕臣である、さなだ忠の次男の正信の子だと説明した。信忠家だけは、 真田一族ではあるが幕臣であるため、幕府も厳密に調査すれば否定できた話であるにもかかわらず、これで結局、おとがめなしとなった。上記のこともあり、早々に、真田ダをはばかって、片倉勢に改め、片倉久米野之ノ主神と改名して、仙台藩主として、淵360国を与えられた。漢文10年10月30日に死去し、去年59。 この辰信が継いだ。主神より八代後、幕末期の子孫、真田美由紀館において、真田姓に福し、仙台真田家として、現在も続いている。ありがとうございます。